2番保守がトレンドの世界、球界勢力激変する説を検証。先日4月26日阪神甲子園球場で行われた阪神巨人戦、阪神岡田監督が攻めの采配を繰り出した。なんと試合前の時点で打率1割2厘に苦しむキャッチャー梅野龍太郎を2番打者として起用。岡田監督はもう身内とかバントもできるという理由で小技やつなぎのバッティングを期待していたようだが、梅野は度重なるチャンスで併殺やボール球に手を出し三振に打ち取られるなど期待に応えられることはできず、ネット上ではこの起用に賛否両論が巻き起こった。そんなわけで今回は不発に終わった2番に捕手を置く起用だが、もしこの2番捕手が球界のトレンドになる世界線があったら、球界の勢力も大きく変わってしまうのではないだろうか。今回はそれを検証してみよう。視聴者の皆様、僕も球界の流行をキャッチする能力に関してはあると思うので、高評価チャンネル登録お願いいたします。さてまずは比較のために2番捕手がトレンドになることのないデフォルトの状態でペナントを1年間回してみる。するとセリーグは巨人が優勝、2位に阪神、3位にヤクルトという並びの A クラスになっており、 B クラスは DeNA、中日、広島という結果に。野手成績を見てみるとセリーグは優勝した巨人が得点数トップで、5位、6位に沈んだ広島と中日は他球団と比べて得点力不足の傾向が。続いてパリーグ、こちらはロン毛がトレンドになっている西武が優勝しており、2位には日本ハムが浮上、そして3位がオリックス、4位がソフトバンク、5位がロッテ、6位が楽天という結果だった。こちらも野手成績を見てみると B クラスに沈んだソフトバンクが得点ではトップに、一方最下位に沈んだ楽天は思いのほか得点は稼いでおり、オリックスは12球団で一番得点数が少なかったが A クラス入りに成功していた。それではここからは2番捕手がトレンドになった世界線でペナントレースを行い、球界にどんな影響が生じたか見てみることにしよう。ちなみに2番に固定するキャッチャーは4月27日終了時点で各球団1番マスクを多くかぶっている選手で固定、 CPU に打順をいじられないようにロックをしておいて検証を開始。それではせっかくなので実際に2番捕手起用が行われた4月26日の試合をまずは観戦してみることにしよう。プロを目指し YouTube で実況配信中のハムショーチャンネル、プロ野球、高校野球も本格実況でお届けします。さあハムショーチャンネルで野球観戦を楽しもう。史実通り阪神の先発は西勇輝。初回ワンアウト走者なしで2番大城が早速登場。叩きつけるバッティングも残念ながらサードゴロ。一方巨人の先発も史実通り戸郷翔征が登板。こちらも初回2番梅野との対決。現実と同じく絶不調の梅野はショートゴロに終わってしまう。こんな感じで両キャッチャーは第1打席ともに凡退となったが、迎えた3回裏阪神は先頭島田がセンター前ヒットで出塁すると、西がバントを決め2アウト2塁に。すると近本も三遊間を破るヒットを放ち、現実のようにチャンスで絶不調の梅野に打席が回ることに。その初球、梅野は戸郷のストレートを捉え、打球はオコエの頭上を越えてフェンス直撃。島田が生還し、さらに一塁走者の近本も一気に本塁生還。なんと現実ではあれだけ叩かれた2番梅の采配が的中してしまった。一方巨人は4回大城に第2打席が回るがセカンドゴロに倒れてしまう。
だが5回チャンスを作り、7番坂本がセンター前へタイムリーを放ち、巨人も1点差に詰め寄ってみせる。6回大城の第3打席はセンターフライに終わってしまうと、その裏にはまたもやチャンスで梅野。残念ながらここはセンターフライに終わって結果は出ず、1点リードのまま阪神は7回から岩崎を投入。ひっそりとノイジーが3塁に移動されているが、しっかり無失点に抑え、8回岡田監督は湯浅を投入。だが梶谷にフォアボールを与え、ダイソー重信がすかさず盗塁。ここまでノーヒットだった大城もセンター前へ弾き返してチャンスを拡大。しかし中田を三振に打ち取り、ピンチを脱出。だが8回に湯浅を使ったということは、岡田監督は9回に誰を投入するつもりなのか、石井かケラーか、その答えは湯浅続投でした。まるで優勝争いをしているシーズン終盤かのような起用となり、再びピンチが訪れるが、吉川尚輝を高く上がるセカンドフライに打ち取ってゲームセット。阪神2番梅野で掴み取った2点を守り抜き、巨人を下してみせた。というわけでいきなり2番捕手起用が成功する様を見せつけられてしまったが、年間を通すと球界にどんな影響をもたらしたのか、シーズン終了までスキップしてみる。それでは順位発表の前に12球団の2番に固定したキャッチャーの成績を見ていこう。指標はいろいろあるが、今回は打率ランキングという形で順に発表していく。12位は後回しにして11位となったのは日本ハム伏見寅威。打率1割5分8厘5本28打点と FA 選手にしてはかなり厳しめの成績に。続いて10位は楽天太田光。打率1割7分3厘5本35打点。手羽目の成績ではあるが、ホームラン打点はキャリアハイ。続いて9位ロッテ佐藤俊也。打率1割8分5厘7本35打点。打力が魅力の捕手にもかかわらず1割台に終わってしまったが、打点はキャリアハイ。お次は8位ソフトバンク甲斐拓也。打率1割9分3厘5本30打点と、これも厳しい成績だが、実は去年の成績よりかは全ての部門で上回っている。続いて7位となったのは阪神梅野龍太郎。打率2割ちょうど2本30打点という成績で、ようやく打率を2割に乗せた選手が現れた。続いて6位巨人大城匠。打率2割3分1厘15本54打点という成績で、能力的には物足りなさもあるが、これまでの選手と比べるとかなり機能した部類に。続いて5位は西武上瀬名。打率2割3分2厘4本28打点という成績を残し、彼もまた全ての部門でキャリアハイを更新した。続いて4位となったのは広島高倉翔吾。打率2割4分2厘7本38打点。彼も打力が売りのキャッチャーだけに、なんとも物足りない成績ではある。お次は3位中日木下拓也。打率2割5分6厘10本36打点と、ようやくそれなりに納得できそうな感じの数字になってきた。そして1位は2人。まずはヤクルト中村悠平が打率2割5分7厘4本33打点という、まあまあらしい成績に落ち着いており、もう一人はオリックス森友哉。こちらも打率2割5分7厘で11本50打点。もう少し打って欲しかった気もするが、打率としては中村と並んで1位ということになった。ちなみに最下位となってしまったのは DeNA 小柱安孝。打率1割4分4厘1本15打点と、ピカチュウヘルメットをかぶっている場合ではないかなりきつい成績に終わっていた。また背は大城、パは森がベストナインを受賞し、ゴールデングラブは背が梅野、パが森という結果になっていた。
それでは最後に順位を発表。果たして2番星起用で両リーグに大きな影響は現れたのか。まずはセリーグ、優勝チームは先ほど3位だったヤクルトになっており、5位だった中日が2位に浮上し、最下位だった広島も3位に。 DeNA は先ほどと変わらず4位だったが、先ほど2位だった阪神が5位に沈み、優勝チームの巨人がまさかの最下位に転落。結構大きな変化が現れてしまっていた。続いてパリーグ、こちらも先ほど3位だったオリックスが優勝しており、4位だったソフトバンクは2位に浮上。ロッテも5位から3位に浮上しており、先ほど優勝チームだった西武が4位で、2位だった日本ハムが最下位。楽天は6位から5位ということで、全チームの順位が入れ替わる結果に。ちなみにキャッチャーが2番固定になることで併殺打の数が増えたりするのかも調べてみたが、背はわずかに1個増えたのみで、ファに至っては何の変化もなし。得点力についてもキャッチャーが2番を担うことで影響があるのか比較してみたが、背はわずかに増えた程度だが、パは300点近く得点の数が落ちる結果となっていた。また CS の結果はファーストステージを両リーグ2位が勝ち抜き、ファイナルステージでは両リーグ1位が突破するという無難な結果に。そのため比較前からは激変したものの、ヤクルトとオリックスの日本シリーズが3年連続で開催されてしまう結果となり、2番星ペナントの頂点に立ったのはヤクルトということになった。ちなみに今回の動画の発端となった久米田の成績は先ほど紹介したが、坂本誠志郎は38試合で打率4割3分1厘3本7打点と少ないチャンスで結果を残しており、この世界でも論争が白熱しそうな感じになっていた。というわけでキャッチャーは比較され非常に荒れやすいので、いっそのこと小林以外全員引退ね。虎の血上がるちゃんへ、お金をつぎ込め、拒絶してきたぞ、記者に売れ。